どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、今回はですねダブルプリンスのデッキを紹介していきたいと思うんですが、今回逆ダブルプリンスです。ダブルプリンスってすごい流行りましたよね。そのプリンスとダークプリンスを使った攻め方なんですけれども、あの本当にね逆、やっぱりプリンスって一気にこうダーって突っ込むんですよ、エリクサー読んで。でダークプリンスもそれなりの攻撃力、そして範囲攻撃なので、エリクサー5ですね、失礼しました、合わせて9なんですけれども、相手がねこう何ですか、兵力を使って相手がエリクサー枯渇している時に突っ込めると相当厳しいっていうのはね、まあクラロワやってる人なら一回はもう経験したことあるんじゃないでしょうかね。それを突くこのダブルプリンスです。基本的にプリンスを出すと、まあザップで今止めてきたり、止めてまあペッカ出したり、基本的に勝利されてしまうんですよ。勝利されたところをミラーカードを用いて右に一気に突っ込んでいく、ミラーカードだよね今回ね。うん、これがねこれなんですよ。ちょっと待ってください、これはもう一度見た方がいいかもしれませんよね。早すぎましたよね展開が。あ、ミラーカードですね。基本的にプリンス出すと、じゃあ例えばスケルトンだって、今回はミニペッカで処理してきましたけど、じゃあヤリゴブ出してきたり、まあ、ゴブリン出したりスケルトン出したり、こう細かい系のユニットだったりっていうのをね、もう絶対にこう処理してくると思うんですけども、その細かい系のユニットって何体何枚も持ってるわけじゃないんですよね。それをね突く、なんですか、逆ダブルプリンス、いやこれはね一瞬でしたね、すいません、一瞬だったんで、もう一度リプレイ見たいですよね。実際これが本当にね強いですよね。はい、もう終わってしまう、アームのあとプリンスの攻撃力一発なんですけれども、こちらのマーコさん、ほんとウエスト98センチの回のもうねめちゃめちゃ長くいてくれてるね方なんですけれども、本当にねゴリ押しという形でございました。もう一度リプレイ見たいと思います。はい、こちらでございます。もう一度見ていきましょう。やっぱりねこう処理するカードっていうのが限られてると思うんですね。バーバリアンとかそういう限られてる中でこう一気に来られると相当厳しいですよね。こちらも処理が非常にうまいですね。しっかりとですねザップで止めて、止めつつ処理しつつみたいな形でございます。こちらプリンセスが驚愕のレベル4ということで、いやこれそしてまあねトロフィー帯が3700界隈の話なので、私も相当難しい話ですよね。これおとりプリンスですね。これ今見るとこれおとりプリンスで、こちらおとりプリンスで普通は処理してきますよね。まあ、相手の手持ち今回はミニペッカーしかないのでミニペッカーで処理していますが、逆プリンセス、プリンセスじゃねえよ、逆プリンス、これ相手処理できる方も持ってませんからね。バルキリーとか出したところで一瞬で処理されてしまいますので、うーん、でさらに今の時代ロイヤルジャイアントとかすごい流行ってるじゃないですか。でロイジャイをプリンスで一気に処理して、そこから一気にカウンターするっていう、そういう使い方もできるらしいので、これ本当にねもう希望が、未来が明るいというか、クラロはまあちょっとね技術が必要になってしまうとは思うんですよ。やっぱりどうしてもエリクサーコストが高い、まあ、カードが多いので、しっかりと練習して備えることが重要かなとは思います。この動画を見てよっしゃ真似してみようっつってすぐ勝てるデッキではないことは事実ですね。なのでしっかりと練習してみてください。これ練習自分のものにしたら相当強いと思いますよ本当に。はい、ここでプリンセスですね。プリンセスとプリンスが、ね、ややこしいね。一人でややこしくなってるだけなんですけど、ややこしいからもう解明しましょう。アーチャークイーンでええやんっていうね、まあミニアーチャーレディみたいな、まあということで、今回は逆ダブルプリンセスの動画でした。皆さんもこれ練習が重要なので練習してみてください。私ちょっとこれやってみようかなとは思うんですけれども、ちょっとダブルプリンスをですね上げるゴールドがないので我慢します。ということで、ご視聴ありがとうございました。問題です。戦艦ヤマトとシナノは次のうちどれですかね。考えてください。正解はこちら。戦艦ヤマト、シナノ。リアルな演出と壮観な海戦シーンが戦争の模様を引き立たせる。登場する戦艦は200種以上。できる男がハマる海戦ゲーム、戦艦帝国。